皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説知恵の借り物パート26やっていきましょう。今回は前回たどり着いた東の神殿の方を攻略していくんですが、どうやら中から謎の声が聞こえてくるみたいなんですよ。果たしてどんなやつが住み着いているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんか電気のやつがいるね。ビリキューではないか。ビリキューはマリオの名前だもんね。よし、そしたらタートナックで倒せますかね。はい、やっちゃってください。無理か。電撃ビリビリで、あー動けなくなっちゃうんですね。わかりました。そしたら遠くからの攻撃で倒していきましょうか。はい、槍モリブリンレベル2、こいつになんとかロックオンして槍を投げちゃってください。ちょっと待てよ、タイミングうまく、ちょっと嘘でしょ君、タイミングが下手すぎるな。だとしたらちょっとリンクが今使えないのでウニでゴリ押しましょうか。なんか最近これでゴリ押しばっかりしているような気がしますが、はい、ということでなんかウニもビリビリになっちゃってますが、回収しましょう。こちらはスパークを覚えた。ビリキューよりもシンプルな名前だったね。スパーク、壁に沿って動き回る不思議な魔物、電気をまとっており、触ると痺れてしまうと。まあ電気系の魔物を今回初めて手に入ったかな。うまく使って進んでいきましょう。なんだ、え、どういうこと、こいつら全員倒せってことか。じゃあウニでオーラ。ウニナイス。ウニがちょっと強すぎるんだよなこのゲーム。だいたいこういう置きウニでなんとかなるん。え、待って、開かないな。なんだパズルこれ。え、待てこれ何。まずこれは、え、トリー君シンクもできなければ、待って、なんだこの箱、この岩を、あ、わかったスパークを入れるんだそこに。なるほどね、今理解した。てこ、ちょっと待てよ、この右下のやつそういえばいなくなってたじゃん。多分さ、この中に入っ、そういうことだわ。あー、壁を作るのね。オッケー。あ、結構頭使うな。まあ重い岩がありますので、これを2つ、あ、2つじゃダメだな。まあいい、それでもいいや。ここに、はい、もう1つ置いて、ちょっと遠回りになっておりますが、これで中に入ってくれることでしょう。え、これさ、出したビリキューじゃダメだよね多分ね。元からいるビリキューを中に入れなきゃいけないってことか。ちょっとそれもう少し分かりやすくしといてほしかったな。まあでも分かりやすいのか。最初壁張ってたやつ消えたもんね。 MK さんがそれに気づかなかったので、まあ私の頭が悪いんでしょう。ということで、これは段差を登らせて、あー、なるほどね。危ない。ここに4つ地面を置けば、上に行ってくれると思います。え、っていうかさ、これビリビリするだけでさ、ダメージ受けてないわ。なるほどね。あ、じゃあ全然余裕じゃん。そして、あ、ゼルダこれもしかしてシンクじゃないと動かせない感じ。はい、じゃあシンクでこっちまで持ってきて、これで、はい、壁を張って、あー、ちょっと待って、変なことになった。あ、いた、一匹いった。だけどもこれじゃもう一匹が行ってくれなくない。ぐるっと回す必要があるな、どっかで。はい、いいよ。あ、違うな、方向を変えてほしい。どうやったら方向変わる、これ。こうして、え、いや、これじゃ方向変わんないな。落ち着け。さっきみたいに、とりあえず、ここにぐるぐる回さそう。はい、これで OKOKOK。隔離できたでしょ？で、この隔離したビリキューを、うまいこと、そっち方向の時に置く。これでどう、打った、あー、もう間違え、もう最悪。あ、でもやってることは合ってるわ。やってることは合ってると思う。はい、こうするでしょ？で、はい、ここで孤立、おっと、なんだ、よくは、待って、わかった、これ、ついたままでいいんだ。だから、こう来たらこれで、違う、待て、頭を使え、MK さん。え、これ、合ってないのか？合ってない、あ、いった、とちょっと待って、ビリキュー、どうするんだ？どっかで回転、待って、これ、結局回転方向がさ、逆になる、あ、いった、ちょっと、結局回転方向が反対にならなければ意味ないかも。待って、合ってるか、やってること。頭が悪すぎるな。これ、いや、これでさ、そっち行ってくれたらいける気がするんだけど、これ多分つけるタイミングだな。え、待って、もうこいつじ、あ、落ち着け。これさ、こいつの、もうこいつ自体をシンクで動かせるじゃん。え、じゃあこれでさ、
待てよ、これうまい感じにさ、こうやって調整してさ、これでさ、ジャンプして、もうこれでいいじゃん。じゃあこれでいいんじゃん。なんだい。ということで、お、宝箱ありました。まあこれもシンクでね、はい、こっちまで連れてきちゃえばこっちのもんでございます。全部シンクでいいんだよ。そしたらこれでビリキュー5、ビリキューじゃねえや、スパークを動かせばいいんですから。ということで岩塩5個ゲット。え、マップってさ、これ、あー、なるほど、遺跡というかこのダンジョンのマップにはならない感じか。ちょっとそれは変わってますね。あ、バウンジローがいたよ。そして君た、ちょっと危ない、待て、バウンジロー邪魔だな。バウンジロー真空で、ちょっと君、あ、どうしよう。これだ、あら、まあ、ジャンプでなんとか飛び越えて、もうこれ上にさ、あれで行こう。久しぶりに使いますが、ウォールチュラじゃなくて、君、糸チュラ。はい、糸、ダーバーシャーだと。糸チュラ使って上進む。あぶね。ちょっとこのスパークはダメージ受けないけどさ、さっきのバウンジローは受けるからさ、気をつけなきゃですね。ということで、宝箱の中開けていきましょう。50ルピーゲット。結構お金ばっか手に入るよね、このゲーム。まあ助かるけどさ。そしたら下の方降りまして、え、これダンジョンマップとかボス部屋の鍵っていう概念がない、もしかしてそういう流れじゃないダンジョンなのかも知れないですね。こんにちは、はじめまして、ようこそバロムの家へ。誰も来ないし退屈してたんだ。ちょっと待って、もう片方行けそうなルートあったけど無視してきちゃったな。鍛え上げた僕の動きに君はついてこられるかな。まあとりあえず戦うしかないか。これさ、リンク使いたいんだけど、エネル回復あるな。よし、じゃあまずはソルトミルクスムージー、これでエネルを回復して、あー、君もその壁沿ってくんだ。なんかさ、あったよねこういうのゼルダで。あれ、記憶違い、夢を見る島じゃないしな、なんかあった気がするけど忘れちゃったな。待て、これ聞いてない。待って、もしかして、なんか、待って、なんかやり方が違うわ。多分、リンクの攻撃が効いてない。壺か？壺を当てんのか？落ち着け。これで、あー、また来ないで。まずさ、ちょっと動く場所を、なんとかしてな。あ、壺、え、リンク、さっきさ、これ、弓矢だったら食らうわ、全然。あ、なんだ。さっき近づいてたからダメだったんだな。ということで、おら、あーっと、危ない。あ、びっくりした。体力なくなったんかと思った。はい、じゃあさらにエネル回復しつつ、ちょっとそのハートだけ拾っていいですか？ちょっと場所が良くないわ、君。場所変え、いやでも行けちゃうよな、ご利用して。待てよ。ほう、ダメだ。ほうい。いいよ、ご利用して。まあ、体力がないね。黄金のスムージー飲んじゃいましょう。前回せっかく作りましたからね。こういう時に使わないともったいない。オッケー！終わった？仕方がない、奥の手だ。喋れるタイプ珍しい。奥の手って何ですか？何？あ、分裂！ちょっと待てよ。これで僕に攻撃は効かないよ。え、どういうこと？効かないのこれ。あ、ダメだ。ちょっと待てよ。あ、くっ、オッケーオッケーオッケー、くっつけんだ。わかりました、わかりました。ちなみに、シンクでもなん、あ、シンクできるけど、一定時間というか、ほんの一瞬しか無理なんだ。だとしたら、やっぱりこれ、重い岩とかを出して、はい、こうやってこいつにつけて、こうやって持って、難しいけど、うまいこと言ってない？そこで合流しない？君たち。あ、合流しないな。だとすると、ここ、オッケー、ナイス、来た！あ、ほら、なんかバロムの子供みたいになったよ。ねえ、君と、今度は、はい、君を、ここで、あっちゃった、なんか今邪魔しなけりゃ行ったかも。邪魔しちゃった、私。行ったんじゃない、来たー。ということで、リンクに戻して弓矢を撃ってくんだけども、もうなさすぎる。うわ、これもう借り物使うか。そうですね、今度こそやりもりブリン、君が活躍してるくれることでしょう。はい、上からやり投げ、素晴らしい。ちょっと待って、やりもりブリンがいいぞ。やりもりブリン頑張れ。ちょ、こいつビリビリしたら出し直した方がいいな。はい、これ一発、ちょっと一発目までがさ、長すぎないか。構えてる時間が長すぎるって。そして当たれ、ナイス。やりもりブリン強いね。また分裂した。これくっつけんの大変だって。そしたらこの岩をとりあえずどかして、はい、君くっつけて、これどうにかならないかな。あ、なんか勝手にくっついたぞ、片方。あ、なんか勝手にくっついてってる。いいぞ。そしたら、あー、もう一個あんのか、そっちに。まずは真空で
ここはい、せき止めて、オッケーナイスで、君をこっち連れてきて、いいよ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 、めっちゃめっちゃ、あー違う、そこじゃない、そこ、君だ、君を連れてこう、はい、君を、はい、連れ、微妙に連れ回せてないね、微妙にこれじゃまずいね、こっち、待って、どこ行った、もう片方のやつ、あ、突っかかってんな、ちょっと待てよ、岩にやっぱこうやって乗せるしかないから、ここでオッケー、逆走した、逆走した、来た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 、はい、これで合体、そしたらはい、やりもりブリン頑張れ、なな、撃て撃て撃て、君の矢がオッケー、君のその槍が結構ダメージいいから、やあービリビリしちゃうね、頑張れやりもりブリン、投げろ、そこビリビリ食らう前に、ナイス、うー、僕の負け、しばらく修行の旅に出るかな、次会う時は絶対に負けないよ、バイバイシーユー、ということで、なんかいたよな、こういう壁張ってくやつみたいな、あれ、うわー、ハートのかけらー、ありがとうございます。あれだ、待って、あれでしょ、待って、ゲームボーイ時空のショーとかさ、不思議の木の実だ、あれ違うかも、ごめん、違ったらごめん、不思議の木の実な気がする、不思議の木の実かなんかにさ、多分同じやつじゃないんだけど、なんかこのぐるぐる回るやついたと思うよ、ゲームボーイだった気がするけどな、そして待って、これ出ちゃっていいのか、出れる、うわー、たださ、さっきのところ片方行ってないんだよな、だとすると、あ、入り口に戻されるだけね、だとしたらせっかくだから行こうか、もう片方も、もしかしたら宝箱とか取れてないかもしんないしね、ダンジョンマップとかないからさ、そう、ここさっき左側行ったんだけど、右にも何かあんのよ、え、どういうことこれ、待て、これはどういうこと、シンクで、待て、関係ないな、あ、わかった、スパークをこうやって、こっち側に、じゃあ違う、間違えてる間違えてる、ここをはい長押しで出すんだ、そうすれば、あー言ってくれないね、言ってくれないね、こうすれば、あ、踏んじゃった踏んじゃった、ここではい木箱を置いとけば、ぐるっと回って入ってくれる、やっぱこれでいいのか、結局これで全部解決しない、あーダメだ、そこを壊、あーなるほどね、そうなっちゃうのか、ってことは待って、シンクさせよ、シンプルに、あ、やられる、あいつ大丈夫か、君大丈夫か、君大丈夫か、君、オッケー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 、でで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 、これ、あー、そっか、そうなってんのか、あ、いけるわ、いけるいける、ナイスちょっと成功法ではなかった感がありますけども、まあクリアできたからなんでもいいでしょう、50ルピーは来といてよかったね、もうお金大量にあるわ、これ999ルピーでカンストかな、どうだろう、まあまあまあ、とりあえずもうここはクリアしてるから用はございません、さっきのね、あの入り口にいた男の人にいて報告して、ミニチャレンジクリアとしましょうか、スパーク自体に体力減らす効果がなくてよかったわ、神殿から雲みたいなのが出てったけど、何があったか知ってる、あ、出てったんだあいつ、へえ、ここに居座ってたなんか魔物でした、え、神殿の奥にいる魔物を倒しただって、君やるね、神殿を守ったなんて歴史に名が残るよ、でも歴史になるにはまだ時間がかかるから、君の偉業を称えてこれをあげよう、ということで、お、何ですか、古代のお守りを手に入れた、まじないがかけられた古いお守り、ハートの減る量が少なくなる、めっちゃ強いじゃん、フィローネ湿原で俺自ら発掘したお守りだよ、大事にしてくれ、ありがとね、これで俺も神殿を調べられるよ、しかし最近の魔物は喋るんだね、俺は歴史的体験をしたのかもしれないな、なんか話しかけられたの確かにあいつ喋ってたよ、ということで、これハート、ダメージ軽減強すぎるな、これ泳ぎ速度アップ正直今使わないからダメージ軽減にしておきましょう、ダメージ軽減と素材出現率アップ大とルビー出現率、あ、ルピー出現率、まあこれでいいんじゃない、ハートの、まあ、いや、これよりは古代のお守りの方が根本解決にはなってるよね、ということで、よーし、そしたらこの辺り探索する前に、さすがにここ行く？さすがに MK さん放置しすぎ？ということで、じゃあちょっとストーリー進めましょうか、いやー、ちょっとメインチャレンジを放置して先こっち来ちゃったからね、待って、今さ、力のかけらってどれくらいあるんだったっけ、ちょっとこれ切りよくしてから行った方が良くないか、今これくと22か、にあと3個はちょっとしんどいあと3個はしんどいかな、ちょっと待って、 MK さんさ、一つだけさ、あれがあるのよ、当てが、このさ、海辺の村に入るときにさ、この辺りに壊せる壁あったよね、それやってない気がする、
それ一回言っていい？それで力のかけらが3個入ってたら超ラッキーで、全然違ったらうん、あ、ごめんなさいって感じとりあえず言ってみよう。だってそれもやんないきゃいけないことではあるからさ。そう、これほら完全にこの壁あれだよね、ビリキューじゃなくて何だったっけ、これだ、爆弾魚で壊せるやつだよね。はい、じゃあここ、あ、ちょっと待って、君ちょ、場所がうお食らわないんだっけ。あれ、え、ゼルダって爆発食らわないの？自分で出したやつ、え、食らうと思ってた私、食らわないんだ。じゃあなんでポーの炎とか食らうのよくわかりませんが、しかも力のかけらじゃなかった20ルピーでした。うわー、待って、他にさ何もないよね。いやー、ないんだろうな。したら今度、うわ、これも気になるけど、これもいけなかったしな。あ、その前に大妖精行くかちょっともう、すいませんね、メインチャレンジ進めましょうね。メインチャレンジは進めますよ、進めますけども、こういうのも大事だからね、こういうのもちゃんとやっていかないと、あのメインチャレンジをやるときにスムーズに進めませんから。ということで、はい、500ルピー持ってきましたよ。ここで話しかけるのか。こんにちは。アクセサリーもう一個つけられるようにしてください。まあ、正直今つけたいアクセサリーはもうないんですけども。はい。500でいいんだよね。その次もあるかな？どうでしょうか？こんにちは。今日も美しい姿でようこそいらっしゃい。それで私にご用かしら、おしゃれにしてください。あら、おしゃれになりたいのね。うふふ、それじゃあ500ルピーちょうだい。あげます。しょうがない。なんかいつもリンクからお金あげてるから、ゼルダからあげるの新鮮だね。ふふ、あたしルピーって大好き。それじゃあ約束通りおしゃれさんにしてあげる。ということで、毎回やっぱ大妖精はお金取るな。毎シリーズ取るもんね。ブレワイとかでも結構お金大変だったような記憶がございますが、ということで、つけられるアクセサリーの数が一つ増えたと。ふふ、ルピーをもっと持ってきてくれたらもっとおしゃれにしてあげる。次はいくら？ちょっと金額だけ聞かせてください。1000ルピー！これが最後ってとこかしら？なるほどね。オッケー、わかりました。1000ルピーですね。なんとか持ってきますわ。ってことはこれ9999ルピーまであるな。999ルピーがカンストではなさそうですね。よし、じゃあ一つまた持てる数が増えたので、今度こそ行きましょう。ルーベリの家。すいませんね。あっち行ったりこっち行ったりしちゃって。いやー、これでさ、力のかけら、何段階強化できるだろう。できればもうゲージを上げたいよね。ちょっと剣とか弓は十分強いからさ、ゲージを上げて、なんとか、ちょっと、リンクで入れる姿をの、リンクの姿で入れる時間を増やしたい。おお、ゼルダ姫、戻ったか。何か話したいことがあるという顔じゃの。はい、いろいろあったんですよ。そうか、各地の裂け目を消しても、ハイラル王もリンクも見つからなかったか。確かに、ウギ将軍とサダリ大臣は出てきましたけどね。ああ、我が王よ、一体どこに。姫様たちのご活躍で、各地の大きな裂け目は消えました。残った大きな裂け目は、ハイラル城の、なるほどね。ああ、ど真ん中か。お主らやハイラル王が飲み込まれた裂け目じゃな。そうですね。むむ、我らが王は今も裂け目の中。こんな話をしている間にも、城は偽物たちに好き勝手されているのか。そうなんですよ。あいつら、どういう指示を今出してるかわかんないよね。ウギ将軍、ゼルダをひっ捕らえろとか言ってましたから。姫様、ルーベリ殿、サダリ大臣。はい。このウギ、ハイラル王国の将軍としてじっとしていられません。いや、それはわかりますけど、じゃあどうするつもりです？無論、行動あるのみ、ハイラル城に赴き、偽物たちの正体を暴いてみせましょう。ちょっとまだ早いんじゃない？怖いって、うおー、行っちゃった。ちょっとウギ将軍、あーもう、サダリ大臣もじゃあ一応行く？話も終わっとらんというのに、世話しない奴らじゃ、ほんとだよ。それにしても、まだリンクは見つからぬか。あやつも無事でいてくれるといいのじゃが、偽物かなり利用されちゃってますからね。そなたもハイラル城に行くのか？王の偽物たちは、そなたの命を狙っておる。もし城へ向かうなら、くれぐれも気をつけるようにな。わかりました。じゃあちょっと強化もお願いします。あ、ゲージレベル2が10で済みますね。はい、じゃあ力のかけら10個でよろしくお願いします。そして待って、残り2つ力のかけらが何個って書いてなかったな。あれはどういうことなんでしょうか？え？まだそこは解禁されてないのか？エネルギーゲージがレベル3になった。ありがとう。おお、物理的に伸びるのか。
減る速度が遅くなるとかではないのね。何を強化するんじゃ。これゲージレベル3を強化って言ったらどうなる。今はそれ以上強化できんぞ。また研究が進んだら来てくれ。なるほど、力のかけらせっかく集めてきたのに今は使えないみたいですね。じゃあストーリーを進めるしかないんでしょう。ということで、よーし、じゃあハイラル城の方向かっていきますけども、こっちか。あ、まあちょうどね、この辺りが全然探索できてなかったので、ついでに上行ったらお家入ってしまいましたが、その辺りの探索も進めていきましょうか。ちょっとミニマップをもうちょっとなんか拡大というか大きな範囲にしたいんだけど、そういう機能はないよね。はい、じゃあウォールチラは無視しまして、この辺りもさ、取ってないやつとかまだあるっちゃあると思うんだよね。どうだろう、ハートのかけらがね上にあったやつは前取りましたが、この辺りはまだ来たことあるか。確かあれ、なんかここにさいなかった、ハイラル兵どっか行っちゃったか。して橋を渡ってこの辺りってまだちゃんと見てないんだっけか。ちょっと忘れちゃったから一回見に行ってもよろしいでしょうか。もしかしたら何かあるかもしれませんよ。1ルピーはいいとして、なんか怪しいよね。ちょっと怪しくない。あららロープ久しぶりに見たな、ロープ。そしてこういうでっかい木も気になるけど、あなたあれだよね、大妖精様がなんとかって言ってた人、あれから大妖精様を見かけましたか。会いましたよ。なんですって。すみません、羨ましさのあまりつい。それで大妖精様はどこに。ど真ん中の洞窟です。湖の小島にある洞窟の中。やはりそうでしたか。私泳げないからあの島に近づけないんです。でも実在することが分かってすっきりしました。教えてくれてありがとうございます。会いに行くために泳ぎの練習しなきゃ。確かにね、まあそんなに長い距離でもないから、ちょっと練習すればなんとかなるんじゃないでしょうか。ということで、この辺りはこういうのは動かして、ほらもうあるんだよねあるんだよこういうところ。ちょっと待て、それがありなんだったらあるぞ。結構多分その大きな岩がさ単体で置いてあって、それを移動させればいいだけっていうパターン多いな。待って、多いわこれ。これまで逃してる気がする。あ、やばい。あー、このパターンあるのか。なんかブレワイの時のコログとかを思い出しますね。うわ、このパターンも知ってたら今までやってたよみたいなさ。あ、でもこの辺りはさすがに岩が多すぎるな。違うだろうね。ということで、ハイラル城はさらに左の方でございますけども、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回、こちらさらに左の方に進んで、ハイラル城というか、まあハイラル城下町にね、久しぶりに帰るところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。やっぱりこっちはまだ裂け目あるね。